何事だ。アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。クシの境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。借りではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して。一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。己を責めるな。マムシの兄弟に挑んだとしてもなぶり殺す。ておっただけだ。逃げるが勝ちだったってこと。しかも子供だ。逃げねば生きられぬ時もある。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。よろしくお願いします。ハルボー、おい、うどん食ったはずだ。やご
え、ロクチチェ腹でつさむらいバチタールだ。おい、ブドウキックだ。ヘルベシュウェッジ、ゾウ。Hier bist du heute. Hoi!
Saint Wayne. Base Wayne. Saint Wayne. アルタン、いつまで逃げて回るつもりだ。ジン、誰か来る。あいつだ。アルタン、手下を引き連れやがって。アルタン、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて、マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうしてクロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ。ザレ事はしまいだ。お前も生き残るのに必死なのだ。それにしてはなぜそう同類を毛嫌いする。俺は平和のために人を殺す。お前はただの人殺しだ。嘘を重ねるな、欺瞞の化身め。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る。ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。一の言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。
加減はせんぞ。 酒井様で。 いかにも石川先生が中でお待ちです。 つまり野営を見つけたのはランか。 さようでございます。 酒井。 石川先生、これも巴の仕業ですか。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。 いかにして蘭は野営の場所を。森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主が蘭か。はい、そうです。島の女子が蒙古を率いておったか。巴です。
あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで、あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。奴らの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。ともえめ、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いた。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはずだが、取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。さあ、巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国です。修練場が潰れるたび、ハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。猛虎に対して弓を引くのであれば乗じるべき。気を許せばお主の背中に矢が打ち込まれるぞ。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておる。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを後継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。かがめ、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。ムクロが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。
先生。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ、諦めろ。敵です。お前を追え。ここは食い止める。巴、逃げ場はないぞ。お前に何がわかる。逃げるつもりだ。追いついてごらんよ、酒井殿。どこへ行く気だ。巴。酒井仁だね。石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中言はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えねば。惑い行きつつ弔えば、心映えさえ糸鮮やげり。酒井、どうだった。私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか。飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。
悩んでおるようでした。何か言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ言を言う。お主の方が楔を打ち込まれたな。よく聞いておる。いえ、聞いてなど。そうか。ともあれ次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。何を見たにしろ、ともえは死んではおらぬ。修練場もあと一つ残っておるぞ。酒井殿、よく来てくださった。Ah!
ためです。神が浪人に襲われておる。